いやいや、ちょっと涙をこらえるのに必死なんですけど、私もうちょっとこれはたまらんですよ。ピクセルリマスターもう早くやりたいですよ。今すぐやりたいです。今すぐ少々お待ちください。本日はですね、このピクセルリマスター発表会でして、どこよりも早くピクセルリマスターについてお届けいたします。司会進行担当いたします松沢千秋と申します。よろしくお願いいたします。そしてですね、改めまして、はい、一緒に発表会を盛り上げてくださるのは、はい、FF 大ファンの前山田健一さん、はい、ありがとうございます。本当お呼びいただいて光栄です。ありがとうございます。自分が一番思い出のあるシリーズのリマスターの発表会に呼んでもらえるなんて、もう過去の自分が聞いたらもう多分即死すると思います、うん、生きて、ええ、今回さらにスクエアエニックスの北瀬義則さんにもお越しいただきまして、よろしくお願いいたします。はい、スクエアエニックスの北瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。北瀬さんは FF シリーズ初期から開発に携わり、現在も最新作のプロデュース手掛けられていますよね。まあ、初期からといつも実はまあ今回ピクセルリマスターって1から6なんですけど、僕はあの5から関わってて、はい、5ですね。そうです、はい、5を作っていただいてありがとうございます。本当に素晴らしいジョブアビリティ。 そしてよく言われるのは奇数回はそのなんでしょう、そういったスキル面とかそのテクニック面、なんかシステム寄りっていう、システム寄りって言いますけども、5のストーリーなめんなよと思います、はい、そうなんですよ。5のストーリーも素晴らしい。暁の4戦士がバッて最後に出てくるあたりとか、もう累戦バーですから ねこの調子でいきますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは早速ですが、スクウェアエニックスがお届けするファイナルファンタジーピクセルリマスターについてご説明させていただきます。1987年に発売されてから世界中で愛されてきたファイナルファンタジーシリーズ、新作が発売されるたびに、その当時の最先端技術を駆使したグラフィックや臨場感あるバトルシステム、そして心に残る壮大なストーリーで多くのファンの心を掴んできました。その歴史ともいえる 2D ドットで描かれた作品ファイナルファンタジー1から6までを新たな表現でフルリメイク、その名もファイナルファンタジーピクセルリマスター。ファイナルファンタジー1から6はこれまで作品ごとにリメイクや移植が繰り返されてきましたが、ファイナルファンタジーピクセルリマスターでは各作品のオリジナル版を 2D でリマスターし、 Steam とスマートフォンで新たに生まれ変わります。シリーズを通じてのゲーム性やグラフィックが統一されるのです。ピクセルリマスターは今後10年以上にわたりプレイしていただけるファイナルファンタジー1から66作品の 2D 決定版なのです。ピクセルリマスターなんですけれども、うん、そもそもなぜ行われることになったのかを北瀬さんに伺ってもよろしいですか。はい、まあ、ファイナルファンタジーシリーズってのはまあ常にあの新作って作られて、はい、まあ、私もあの最近ではセブンリメイクというのに関わってたんですけど、はい、新作が出るたびにやっぱりお客さんとしてはそのシリーズの原点1からこうシリーズをあの振り返って遊びたいなって人は出てくると思うんですけど、遊びやすい環境ですかね。あのユーザーインターフェースもそうですし、グラフィックもまあ統一された形で1から6を遊んでもらいたいなっていう思いが強くなって、今回のまあプロジェクトになりましたね。僕は 3,4,5,6 にやっぱ思い出があるんですけど、4はやっぱりスーパーファミコンになってから初めての作品ということで、どうなるんだろうと思っていったら、やっぱりその文字がまず見やすくなってるっていうのがあって、で最初 そのカインとそのセシルがバンってあって行くかってなった時に、でででっつってもうバロンジョドーンで、それでオープニングテーマの高音質のハガキ号泣ですよね。そっからあカインって左利きなんだみたいな、そういった萌えポイントもあったりとかして、やっぱそのストーリー その群像劇としての始まりがやっぱ4だったんじゃないかなと思いつつ、はい、ね、先ほどおっしゃってた5も、5はやっぱりジョブシステム、アビリティシステムがやっぱりもう秀逸で、すっぴんが実は一番強いっていう、ね、これはまあ玉ねぎ剣士が一番強いと同じ発想なのかなと思いつつ、やっぱね、そのストーリーもいいんですよね。そのバッツのちょっとした孤独だったりとか、はい、ガラフの一生懸命さだったり、あ、思い出しただけでちょっとうるっときちゃいますけど、でやっぱり6ですよね。6はもうどうなってんのっていうぐらい、もう映画全員が主人公、そしてまさかの中盤で世界が崩壊するというこのとんでも展開からの BGM が神っていうね、もうこれ100分の1ですよ、僕これ100分の1です、はい、っていうぐらいの思い出ですね、はい。本日なんとファイナルファンタジーシリーズ生みの親、そして今もなお現役ゲームクリエイターとして活躍されています坂口博信さんと中継がつながっております。坂口さん、
はい、坂口です。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、ハワイからです。ハワイからなんですか。そう、はい、さあ坂口さん、ファイナルファンタジーも1987年に発表されて間もなく35周年を迎えるわけですが、世界中で長く愛される作品となりましたね。まあ本当でもそれはありがたいですよね、うん、っていうか、まあ、あの頃まさかね35年後にまたリメイクされるなんて全然思ってなかったですし、まだゲーム業界自体ができたばっかりでしたから、先輩もいない状態で結局自分たちがこう最前線を走らなきゃいけないっていう、なんか そんな中でなんか試行錯誤して、はい、作っていた覚えがありますけど、よくここまで息長くね、あのファイナルファンタジーっていうのが、うん、あの続いてるなって、まあ本当に嬉しいし、うん、ありがたいことですね。はい、そのようにして出来上がったファイナルファンタジー、まず1から6改めてピクセルリマスターされて再び世の中に発表される流れですが、率直なお気持ちはいかがですか。はい、やっぱりあれですよね、あのドット絵っていうのはやっぱり渋谷さんなんですね。はい、大変なんです。今ドット絵描く人いないんですよね。 あんまりもうみんな CG になってしまって、そうですね、はい、あれって意外とこう独特な技術が必要で、うん、まあ、だそういう意味では、はい、渋谷さんみたいな人がいまだにこう、ね、ドットのクリエイターとしてこう頑張ってくれてるんで、うん、今回多分そういうリマスターみたいなこともできたんだと思うんですけど、ドット絵のやっぱり魅力、二等身の魅力っていうのは素敵で、その、うん、特に、FF5 の一人一人ジョブによってドット絵が変わってデザインが変わるのも素敵で、はい、でもすごく分かりやすくて、レナの文句だったりとか、可愛いんですよね、あのファリスの踊り子だったりとか、ね、すごい魅力的に見えるんですが、はい、あそこら辺ってやっぱり、はい、一人一人描き分け作り分けるって大変だったんじゃないですか。単純にドット絵の数多いじゃないですか。いや多いですね、まあ、誰が考えてもすぐ分かりますよね、はい、本当に一人一人世界するんですかって言って、うん、そのグラフィックの、まあ、渋谷さんと組んでた伊藤さんっていう子が担当だったんですけど、まあ、みんなイーちゃんって呼んでたんですけど、まあ、イーちゃんがもうここら辺に引きつりながらそうだ、あの坂口さんは大変な方じゃないです。坂口さんは書いてって言う方なのに怒ってました。でしょうね、本気ですかと。はいはい、あのファイナルファンタジーといえば天野さんのビジュアルデザインがやっぱりシンボリックかなと思うんですが、でも天野さんの作風って結構大人っぽくて、あとその筆が細かいと言いましょうか、なのでドット絵には不向きかなと思ったんですが、それをあえて採用された理由っていうのはなぜなんでしょうか。やっぱりあのドット絵っていうのは、あのなんて言うんでしょう、想像力を働かせてその先にビジュアルはあの思い描いてもらうっていうところもあるじゃないですか、こう、間があるというか、はい、やっぱりそれをああいう精緻なイラストでまた別の形で見せることで想像していく時の手助けにもなるし、多分もっと膨らみやすいんじゃないかなということで、はい、まあ、ぜひ天野さんに描いてほしいなっていうことで、はい、まあ、行ってし、あの横浜だったんですけども、お願いしますって言ったら、はい、もう即決で、あ、やるよもうなんか始まり方がいや意外とみんなそんなもんでした。そうなんですね、はい、まあ、本当でもあ 本当、はい、ありがたくて、はい、スーパーファミコンになった時の衝撃も本当にすごかったんですが、やっぱそういう新しいそのハードになってからこうやってやろうって言った気概とか、やっぱそのトップランナーとしてのプライドみたいなところはあったんですかね。まずやっぱり機能をなるべくこうしゃぶり尽くしてですね、やっぱり使い倒したいっていう、はい、そこがまあ、あのクリエイターっていうよりはちょっと技術者寄りな発想なんですけど、そういう気持ちがあって、で当時あれはモード7っていう、あの仮のこう 3D みたいなこう俯瞰であの背景を倒し込むようなモードがあったんですけど、やっぱりそこは新しかったので、ストーリーとして引く手を出したいっていうよりは、うんうん、モード7まず見せたいんで、なるほど、ことは引く手でしょみたいな、はいはいはい、特にオープニングはこう驚きっていうものもやっぱり大切ですから、はい、なるべく使い倒して、はい、頑張ろうっていうことで、はい、やりました。そっか、最初僕そのサイトロっていう魔法を覚えた時に使ったらモード7でバンって地図が見えた時にうーってなったのは、あれはそういうことだったんですね。はいはいはい、
あのメインプログラマーの成田っていうのが、はい、あの FF4 からメインプログラマーなんですけども、まあ逆に言うといちいちそのモード7を使いたがってました、ね、それいらない、サイトロでいらない、サイトロではいらないよそういうシステム面のね楽しさが本当にね特に広がっていきましたからね。ですね、うん、そして坂口さんにまだ質問があるんですが、うん、1から5は結構王道なファンタジーだと思うんですが、6に至っては、魔法を奪われてそして、機械文明になっていくってちょっと、色が変わってくると思うんですが、雪の中ザッザッザッって歩くかなりスモーキーな世界観からスタートしたと思うんですが、 FF シリーズのその世界観というのはどうやって決めていかれたんですか。うん、まずなんていうか基本的に一作出し切り型でやろうっていうのはそのチーム全体の話をしていて、何かこうアイデアが浮かんだ時も全て今作ってる作品全部注ぎ込んで、まあとにかく出し切ると、あの決まり事として、あの同じキャラクターが出てくるようなタイプの続編はやらずに毎回世界観もキャラクターも変えようっていうのを、あの2を作る時に決めましたから、まあ、逆に言うと出し切ってる分なんていうのかな、ちょっとまた別のことをやりたく自然となるようなところありますよね。で5から北瀬さんが加入された、はい、そうですね、はい、どうでしたか北瀬さん加入の影響みたいなのありましたか。そうですね、やっぱりスーパーファミコンになったっていうあたりからやっぱり映像が大事だし、うんね、とにかく演出ができるような、はい、人が欲しいねっていうことは言っていて、まあ、そこにちょうど北瀬と出会えたもんですから、あの名シーンはほとんど彼が作ってますから、あのオペラ座ですとか、あと、はい、最後あの6のこう脱出していくようなシーンあるじゃないですか、低く手で、はい、ちょっと割れちゃったりなんかして、はい、先頭にティナがトランスポートで、あれは、はいはい、あれは全部北瀬で、鳥肌出ちゃう、はい、やっぱり、ね、センスが、はい、センスがもう抜群でしたから、はい、いやただあのまあ、私だから5から参加して、はい、そういうストーリーとかイベントシーンっていうのは坂口さんと2人で分け合って担当してたんですけども、そのオープニングを5のオープニング飛竜でこう体育の王子が飛び去っていくところは、うん、坂口さんがこう音楽ときっちり合わせてこう演出して作ってるのを見て、やっぱこうこれは負けられないなと、やっぱそういうなんかこうお互いのこう演出を見て、そう坂口さん こんなことやっちゃうのみたいな、はい、毎朝会社に行くとまず決まってするのが僕と北瀬で、その前の日に作ったその僕だったら北瀬の作ったものですね、うん、をチェックするんですよ。あ、こんなもん作ってると思って、そうですね、あちょっと頑張っちゃおうかな俺もみたいな、もう本当そんな毎日です。あと個人的に悪役についてもちょっとお伺いしたくありません。悪役素敵です ね悪役がチャーミングだったりとか、特にそのギルガメッシュとかオルトロスとかそういうコメディタッチの悪役も多く出てきたと思うんですが、あそこら辺の演出とかはどういう風に。僕はねギルガメッシュはね知らなかったんです。だからね最初怒ってた、何勝手に入れてんのだけどなんかみんな楽しそうにしてるし、あのテストプレイ に遊ばせたら僕ギルガメッシュが一番好きですって言い出したんで、あんなじゃあ入れようかって結果オーライだったんですね。まあ結果オーライですね、はい、ケフカについても伺ってもいいですか。複雑なキャラクターと言いましょうか、うん、そうですね、あの頃その実は一番影響を受けたのはあの少年ジャンプの当時編集長だった鳥島さんなんです。で彼はもちろんドラクエの生みの親なんですけども、まあ、FF ファンでもあってくれていろいろ批判してくるんですよ。はい、で3の時に一番言われたのがあのキャラクターが立ってない とにかくしかも悪役が立ってないと。まあ、本来ロールプレイングゲームっていうのはそのロールプレイするものなのでキャラクターの性格付けとかあまりそのキャラクターを立てちゃいけないみたいなところもこう不分率があったんですけども、じゃあそれを逆にもう捨てて悪役もなるべく、はい、立てようってことで、ちょっと、はい、まあ、かなり濃いめのケフカっていうキャラクターができたんですけども。なるほど、納得ですね。はい、はい、ありがとうございます。いろいろお伺いして本当に。
今日はなんとですね、坂口さんに加えてもうお一人スペシャルなゲストをお招きしております。 FF シリーズの素晴らしい音楽を作曲されてきた坂口さんの盟友でもあります植松伸夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。植松です。よろしくお願いいたします。先生だ、ね、いらっしゃいましたよ。あ、もうダメですよ。もう、ね、もう神と神と神これ多分一ちょっとでも動かしたらもうあのダメです。世界が崩壊しなるほど。バランスを取られる、バランス、これ綺麗なバランスが取られてます、ね、真ん中行きましょうよ。真ん中、あ、ケムカみたいにですか。ダメです、宇宙の法則が乱れちゃいます、ね、さあでは改めてですが植松さん、坂口さんにもお伺いしましたが、はい、ファイナルファンタジー1から6までピクセルリマスターとしてこの度世にお送りすることになりまして、率直なお気持ちは。まあでも正直言うと照れくさいですよね。あ、まあ、やっぱり30何年前、まだ21、23ぐらいまでは20代の頃の暗中模索の頃ですからね。こう今更それあの引きずり出されんのかとか思うと結構こう恥ずかしいなっていうのはありますけどでもね、こう監修してて1作目とか2作目とか3作目の聞かせてもらった時に、まあ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 だあの 思ったほど悪くないものもあった。僕が覚えてるのってもうコンサートでやるような定番の曲ばっかりなんで、レパートリーに入ってない曲って聞くことないじゃないですか。確かにそうですよね。そういうのを聞くとね、ああそうかっていう、あのよく頑張ったなっていう感じしますよね、うん、いいですけどね。多分コンサートでやらない FF5 の急いで焦る時の曲とかも好きです。あれ、もう前原さんお伺いしたいことがね、山ほどあります。ありますね、山ほどあるんですけど、やっぱその伸代先生が、はい、覚えてらっしゃらない可能性が非常に高いという、うん、ありえますね。やっぱりそのフィールド曲についてまずお伺いしたいんですが、はい、うん、その他の RPG に比べて圧倒的にあの切なくてちょっと心がキュンとするフィールド曲が多いと思うんですが、うん、あれはどういったものをまずイメージされたんですかね。一作目はでも別にあのキュンとはしない、そうですね、なんとなくちょっと明るめの、はい、あの曲だったと思うんですけど、二作目にね、あのフィールドでちょっとあの悲しげなあの曲を作ってフィールドで流してみたんですよ、はい、でそうした時のね、あの印象がね、なんかフィールドを歩いてる時に悲しげなメロディーが流れる新鮮さっていうのがすごくあって、世界観が膨らむという印象があったんですね、はい、でこれあの2作目のはすごくいいなと思って、でも3作目で同じことやってもつまんないんで、3作目はじゃ あのリズミカルなものの上に悲しげなメロディーを乗せてみようっていうのは、それはある程度こう毎回やるたびにこう考えてはいましたけどね。そういったことも坂口さんと相談されたりもしていたんでしょうか。坂口さんはね、ええ、いいか悪いかの判断しかしない。内容の細かいことは言わない。悪いとかもあったんですか。もちろんもちろんもちろん、あの1作目2作目ぐらいまでは結構ね、うん、ありましたよね。どうかな、そうですね、っていうのはテープ2本目事件というのは何ですか、何ですかそれ。喋っちゃう喋っちゃう、言っていい、はい、言っていいですか。ダメだった FF1、 、はい、FF1 の時ですね。あの最初に植松さんがテープに数曲入れてきて、僕は聞いたんですよ。で一旦全没にしたんです、はい、っていうのはあの一回作り直した方がきっともっと良くなるに違いないっていう、なんか単純な思いで、ひどいひどい。で、もっとひどいのが植松さんが曲順を変えて、うん、テープをもう一度なんですかそのキツネとタヌキのバカ試合みたいな。で僕は気づかずにこれだよこれって。ね、いいコンビなんですね。バカ試合してますね。いやーだからなんだろう、そなんか細かいことは覚えてないけど、まあ、俺そんなに悪くないと思うんだけどなって思ってたんだよねきっとね。いやいやあれは事件でしたね。はい、いやもう負けたと思いました。あ、確かに負けですね。ちなみに坂口さん、お好きな曲とかありますか。ああそうですね、やっぱりそのさっき出た、エコーをかけてたあれですか、うん、あれとかはその曲として好きっていうやっぱりあのショックでした、うんうん、あファミコンでこの音が鳴るんだっていう意味では、うん、確かにすごい印象に残ってますよね、まあ、あとはまあありきたりですけどオペラ座はやっぱり素晴らしかったですね、うん、
これはもうみんながね、はい、やっぱりいいものはあのユーザーの方にも響くんだなっていうことですよね。みんながいいって言いますもんね、はい。まあ、あとやっぱりラスボス曲はどれも素晴らしいかなと思います。曲を上げ出したらキリがない。わかります。だってそれこそバトルなんて言ったらテーマが一緒なわけじゃないですか、うん、戦うっていう意味では、うん、そうなんですけど、あそこまで色分けできるっていうのはすごいなと思うんですが、そうですね、バトルはね一番やっぱり面倒くさいですよね。いわゆるほら戦闘曲っていう勇ましく行くぞ行くぞっていう感じの曲だったと思うんですよ、初めの初期の頃って毎回それじゃあつまんないし変わり映えもしないんで、あ、やっぱりもっと大きくこういろんなタイプの音楽をミックスしたようなプログレッシブロックの激しいプログレみたいな感じの方が展開があって面白いかな。表紙が変わってキーが変わってでギミックだらけの、最終的に6の妖精乱舞なんかはもう何でもありのパイプオルガンあり合唱あり変拍子のロックあり、はい、うん、あれはもう芸術的ですよね。全てがもうまずゲームの内容も芸術的でして、どんどん競り上がっていって、でもチームに分かれて戦っていってっていうので、しかも音楽も全然ループしないし、あれはもう本当ショッキングでしたね。びっくり。未だにあれを超える感動は見つけられてないぐらいに。すげえ楽しかったですよ、作ってて。もうなんかみんながみんな、あのスタッフがみんな無茶しようっていうのが分かってる。絵描いてるやつも企画やってるやつもプログラマーもね、音楽側も、ね、とにかく誰が一番無茶するか、無茶合戦、無茶無茶そんなことばっかりじゃないですか。いやでもね、あのね、暑かったんですよ。僕あちこちで言うんですけど、ファイナルファンタジーの初期の特に6つぐらいまでは、もう全然洗練っていう言葉からかけ離れてるんですよね。もう若い奴らが集まってやりたいことバーンってやっちゃったっていう。確かにその分のそのやっぱ前のめりのエネルギッシュな部分はやっぱ詰まってますよね。今回のリマスターはその音楽もそれを前のやつを使うっていうことではないんですよね。音楽をもう全部作り直してやってるんですけどね、あの、まあ、あのオリジナルに忠実にっていうのがあの一番最初の考えの中にあって、あれしてたんですけど、まあ、なかなか電子音3音でやってどうするよっていうのがあるんですか。それはもうちゃんとした音楽に膨らませようっていうか具合で、もちろん全然あの破綻をきたしてないし、あの雰囲気も昔のまんまなんですけど、聞く音楽として非常にこう成立はしてますよね。お、なんかそのリメイクに関してちょっと不安な時って、その音楽がトゥーマッチにそのアレンジされすぎるっていう部分あると思うんですが、そこら辺それはないと思います。まあ、全部それ上間さんが監修されてるんで、やってます、それはもう安心ですね。もう自信を持ってね、おっしゃってますね。トゥーマッチの時は辛いんですよ。一つね、あのすごい今回大成功だったなと思ってるのがあって、ファミコンの時って電子音3つじゃないですか、はい、であれをあのシンシサイザーとかでじゃあ3つにすればいいのかっていうと、そんなのは全然つまんないアイデアなんで、木管三重奏とか木管四重奏とかでまんまあのメロディー、あのラインを演奏させようっていうのも何曲かやってるんですよ。どれだろう。でそれがすごくよくって、うわ、いっそのこと全編これでやればよかったと思って、全曲。ちなみにその三重奏でやったのはどの曲かって言えたり、それが、ね、それが驚きのバトル曲。どれだろう。どこだろう。あ、でもそうか、でも FC 時代ですもんね、ファミコン時代。そう。どれかを何曲かそれでやってます。うわー、楽しみ。これはなかなかうまくいったと思いますよ。さあ、まだまだお話たくさんお伺いしたいところなんですけれども、はい、あっという間にお別れの時間が、ね、やってきたようでして、ピクセルリマスターも楽しみになってきたところで、ね、改めて坂口さん、そして上松さん、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみになんですけど、坂口さん、ファンタジアン個人的にとても楽しませていただいております。 ありがとうございます。まあ、ちょうど本当にこのファイナルファンタジーの話とつながっていて、6を久々に自分で遊んで面白いじゃんこれと思ったんですよ。はい、6をそれで作り出したのがファンタジアです。 あの頃思い出してやったので、多分かなり今回のこのファイナルファンタジーシリーズと似たような味
になったかなっていうのと、まあ、そういうものを作りたかったっていうのもあるんですけども、はい、まあ、ぜひこの1から6と一緒にファンタジアム、あの、まあ、FF6.5 みたいなもんですか、はい、それすごく感じるんですなんか、はい、まあ、全局上松さんが、はい、かなり力を入れて書いてくださって、はい、あの 5,6 年ぐらい前か、もしかしたらもうちょっと前かもしれないけど、はい、あの FF6 の続きがあったらどういうゲームになったんだろうっていう話は坂口さんとしてたんですよ。でなんかそういうの作りたいねっていうんで、意外と昔のメンツとか集めて20人ぐらい集まって飲み会とかやったりして、意外と本気で作ろうと思ってたんですね、6の以降のロープレイ、はい、それがなんかやっとこう、あれから何年経ったかは分かんないけど、実現できたかなと。いいですね、すごいですね、これは。そしてファンタジアももちろんですけれども、最近のお仕事としては他のものもちょっと伺ってもよろしいですか。ゲーム以外でもいいですか。トークにやってないですかね何だったんですか今の振りは。びっくりしちゃったよ、大したことやってないですよ。あの小さな、3,40 人規模の小さなライブハウスで、僕がピアノ弾いて、ギタリストが一人、フォークギター弾いて、歌い手さんが一人いてっていうトリオの歌のライブを始めてますね。それもちょっと回数増やしていこうかな、うん、だかそういうところでこうファイナルファンタジーの時に作ったような歌をやってますね。これまであんまりこうそんな小さい編成での歌物っていうのやってなかったんで、これからはちょっとねそっちの作るばっかりじゃなくって演奏演じるっていうことに力入れてみようかなと思ってます。それキャパ30人は無理だと思います。そうです今これ見た方はまず、ね、無理だと思います。気になってしまう、最低300でお願いします、ありがとうございます。そして北瀬さんはいかがでしょうか、はい、最近のお仕事としては。そうですね、今はセブンリメイクのプロジェクトに携わっているので、はい、ファイナルファンタジー7のザ・ファーストソルジャーっていうスマートフォンのゲームもあるので、はい、そういうスマートフォンとかあのコンソールでセブンの世界が今後広がっていくので、まあ、しばらくは完結するまではそのセブンの仕事に打ち込もうかなと思います、へ、そちらもね合わせてね、はい、楽しみですね。ありがとうございます。いや前山田さん、その楽曲面でもそうですね、改めて楽しみになってきましたね、ピクセルリマスター。そうですね、なんかその拡大解釈じゃなくてちゃんとそのオリジナルを踏襲して、はい、そこを今にチューンアップしてるっていうのを聞いて非常に安心しましたし、うん、これはちょっと時間が足んなくなっちゃいますね、これは全部やりますよ私は。 やりましょう、本当にやりますよ、ね、今日は皆様ありがとうございました。ファイナルファンタジーピクセルリマスターは Steam とスマートフォンで順次配信開始予定です。最新情報はこちらの公式サイトをご確認ください。ファイナルファンタジーピクセルリマスター、ぜひご期待ください。ありがとうございました。